どうも、東京コンボス、いそって。よいしょ。はい、今日は下井草駅にやってきました。はい。下井草。上井草はめっちゃ初期の頃来ましたね。そうやな、あのガンダムのとこやった。そう、ガンダムの方です。ここはもうガンダム全く関係ないのかな。関係ないと思う。そうですね。ガの字もないですね。ね、ガンダムのガの字もない。ガの字もないけど、まあどんな感じなんやろな。なんかザ西武線みたいな街な感じがする。そうですね。ちょっと古臭い感じ。はい。うん、行きますか。行きましょう。はい。こんな街か。はい。それではレッツゴー。はい、ということで本日は杉並区の下井草駅にお邪魔しました。下井草の駅前には商店街が広がり、飲食店やスーパーも多く、とても住みやすい街になっています。また家賃相場も安く、新宿まで電車で1本で行け、一人暮らしに人気なエリアになっています。そんな初めて訪れる下井草駅で今日も男3人ぶらり旅、散歩したり美味しいラーメンを食べたり楽しんでます。ぜひ最後まで見てください。目の前にある商店街ですかね。あれだ、夏とこんなーです。そうですね。何そう。それ何なの。知らないですかこの歌。え、分からん。あいアイランドって。それだ誰の歌っけ。分かんない、それ岡村。昭和の歌だよね。岡村さんが歌ってたのですか。めっちゃ暑いってことですよ。そう、あのね。とりあえず暑い。26度だって今日。夏よ。もうだって半袖でいいもん。そう。シャツもいらん。なんかさ、ちょっとトレーナーとか来たけど全然暑いね。ねえ、うん、だって去年とかかな、あの秋なかったじゃないですか。いきなり冬になって寒くなって今年春がねえっすよ。もういきなり夏っすよ。暑いね。もう春ないな。もう夏やもん、うん、だって今日とか俺も毛布かけてまだ寝てるんだけど、もう暑くて俺もだって布団かけてないもん普通に、ね、布団かけずに寝ちゃってるから。俺も気づいたら今日パンイチでしたからさ。いや本当に俺も服も脱いでた。それぐらい今日暑いね。そろそろね、桜とかがね咲くんではないでしょうかという。桜も咲く前に散るんじゃないですか、ね、一気に暑くなる。今日一気にバーン咲いて。いやでも満開のとこは満開なんやろな。目標とかも東京でもあるんじゃない。あったかいとこないんかな。今日ぐらいから咲くんじゃないですか。そうだね、多分。にしてもなんかあれだね、西武線って感じの街だね。カラオケない、好きやない、カラオケない。そう、カラオケ好きやまくない。多い。でもまあ結構飲食店とかは。そうやな、飲食店は多い。多いね。だからまあ住むにはいい街。そうそうそう。多分なんか家賃とかも安そう。そうそうそう。うん、もういいって知ってます？もういいって今めっちゃ流行ってるの。あ、そうなん。はい。もういい？スプリームの店員のモノマネがめっちゃバズって。もういい？エスない。あれやな、スプリームの店員さんって結構癖っこいっていう。あれやな。エスない。M ない。L ない。全部ない。ああ。全然わかんない。知らんけど、そういうことやんな。ふてこいんだ。そうやんな、もうちょっと昔ですけどね。お、和菓子屋さん、和菓子屋さん発見。青柳かな。青柳さん。おうわ、渋いね。渋い、昔ながらの和菓子屋さん。和菓子どころ青柳さん。結構いろんなね、和菓子いっぱいあるね。いちご大福とか。なんかあのその井草小町っていうそのこの辺のメーカーもあるみたいですよ。あ、本当？はい。食べましょうか。食べましょう。はい、ということでまず最初に訪れた場所は下井草駅から徒歩30秒の和菓子どころ青柳さんです。数多くの種類の和菓子を取り扱ってるお店になっています。一村が道明寺、翔ちゃんが草餅、阿部ちゃんがあんだんごを注文しました。はい、買ってきました。いただきます。いただきます。うん。懐かしい。うま。小学生ぶりに食ったかもしれない、これ。牧野ですね。どうも。うま。結構甘めのあんだわ。うん。そうっすね。よく小学生の頃、よもぎ取って作ったな、小学校で。よもぎ団子。そう。はい。めっちゃ嫌いでした。嫌いだった。確かに。俺も小学校の時、あの桜餅とか、うん、ああいうのあんま好きじゃなかったな。そうやんな、和菓子ってそうやんな、うん、やっぱちっちゃい子ってあんま好きじゃないから、うん、大人になったらみんな和菓子好きになるからですね。うん、うん、うまかった。うん、うん、あれちょく。お、なんかリサイクルショップありますぜ。リサイクルショップ安いよ、100円だよ。
うわリーダーうわあちょっと俺リーダーじゃないけどこれいいなえ、かわいいねでも普通にナスなの、はい、珍しいなこのかわいいかわいい分厚さ分厚いただもうな使わないんだよないっぱいあるもんな、はい、しょうちゃんちどうすかお二人そろそろじゃないですかえそろそろはい、いやいやいや考えてもああ、なるほどねはい、2000円で車まずないしな子供のさ命守るのにでもこのなんか中古とかってあんま嫌だよねめっちゃいいこと言うじゃないいや別に悪くはないんだけどだったらなんかねちょっとお金かけたい、まあ、もしな子供ができたらもっと頑丈だなそう、うん、ちゃんとしたとこで買いたい気持ちはあるそれか知り合いのね知り合いとか信頼してる人とかあーお下がりとかねお下がりね、うん、めっちゃいいっすねそれあこれってえちょっと待ってめっちゃ可愛いよ誰素人さん これは何なんポスターって書いてますよね素人さんポスターあ、かわいいあ俺タイプタイプタイプです俺さっきの人がタイプだなこれどれそれかなかわいくないあ、かわいいねねこれはその一番前の人これ翔ちゃんタイプなんかその地雷系っぽい確かに地雷系ね、うん、地雷系が好み翔ちゃんめっちゃいいっすこれ昭和だねどれタイプですかどの人タイプですかタイプとかあるかな俺この方リーダー椅子は椅子ね、うん、あの正直ちょっと欲しいなって思ってて1100円これあの折りたためるやつだからいいんじゃないそうそうだっていつもあれでしょ地面に座って編集とかしてるんでしょそうだからくるぶしがマジで3つぐらいあんねん買った床でね片足3つぐらいくるぶしあって、うん、マジで椅子で座ってまあまあキッチンで編集するとかキッチンなんだいやそれしかないね高い使いがないからなるほどねなんつうんだろう椅子に座ってやると集中力上がるって言いますよそうやな、うん、もっと言えば立ってやるのが一番いいらしいなあねメンタリスト DAIGO さんとかこうやってな運動しながらやってるらしいからここね、ウェルさんかなリサイクルショップウェルさんぜひねなんか買いたいのあったら皆さんも来てみてくださいはいはい、結局リサイクルショップでは何も買わずでした、はい、なんか前リーダー買ってたよねなん体重計買ってたよねあの体重計マジでクソ安かったんやけど、うん、マジでクソえいくらだったの あれいくら1000円以下やってんけど500円とかじゃなかった700円だそうそう、はい、でそもそも買って持って帰って体重測ろうと思ったらあの下についてるさこういうストッパーみたいなのあれが1個かけ取ってガタガタすんだそう体重測ろうと思ってガタガタあるから、うん、体重が正確な体重測れへんっていう最悪じゃん最悪絶対ね機械はね新品の方が絶対いいですよそうやな、俺も学んだ、うんうん、ああいうところで買わん方がいい、うん、なんか絶対かけてんねんねいくら安くてもねそう、うんお、なんかここにめちゃくちゃ美味しそうな中華そば屋さんありますよ中華そば屋さん春ああいいじゃないですか季節にぴったり春だよ春だから春めっちゃよくないいいですねうまやん中華そばマジいいなねちょっともうご飯食べますか食べましょうはい、はい、ということで本日のご飯は下井草駅から徒歩2分の中華そば春さんです下井草周辺でもとても人気のラーメン店になっているそうですしょうちゃんが注文したものは魚介だしつけそばと季節のご飯一村は煮干し中華そば阿部ちゃんは中華そばを注文しましたスペシャルスープを加えて、オンマンの、うん、天使のものは先ほどのアイテムになります。
はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやめちゃくちゃ美味しかったです、めちゃくちゃうまかった、めっちゃ元気になったね。なんかもうおしゃれなラーメンだったね、そうやな、高級感がすごい、そうそう、店内も綺麗だったし、はい、そうやな、なんかおしゃれだった、はい、美味しかったです、最強、はい、はい、ということで本日はね下井草でした。はい、いやなんかやっぱ買い物するとことか遊ぶとこないとやっぱ来ないじゃないですか。そうだね、なかったし、でも美味しいご飯がねあるだけでね来る価値はありますね。いや本当そうよな、そうやな、また食べたいもん、ね、そうやな、あそこはまた食べたい、うん、いや楽しかったですね、はい、楽しかった、はい、はい、はい、ってことで今日もありがとうございました。ありがとうございました。ってことでチャンネル登録よろしくお願いします。